よし、やるぞ。睡眠。睡眠。さあ、市民6、人狼3、占い1、霊能1、狂人1、狩人1、双子1、予行1となっております。さて、名探偵していくか。いや、市民退屈って言ってる人ね、ダメダメ、分かってない分かってない。白信仰だね。何白信仰って、何白信仰とは。カミングアウト。ん、何白信仰って。ごめん、わかんないんだけど、何の話してんだ。カミングアウト。役かけあり、これありか。占いかけあるかもな。フルオープンでいい。え？フルオープンすんの？カミングアウト。スーザンとヒューが双子。把握。指定じゃなくて、ランダムにするの？バニラ抜きで指定かグレラン。バニラ？バニラ？バニラって何？何？バニラって何？サンドラ指定じゃなくてもスーザン指定でもよくね。バニラ白。バニラって何？え、サンドラ何言ってんの？サンドラバニラ白って何？メリーフ。メリーフって何？メリーフ。メリーフって新キャラ？何？何？ちょっとわけわかんなくない？サンドラ。バニラ白。え？メリフ。まあ、釣らなくていい。サンドラは放置でいいんじゃね？サンドラは、義としても、まだ、放置で、良いのでは。10人くらいになったとき、すればいいんじゃね。占い結果間違い、死を様子見。もう今日と見ていいやろ。あ、新占い役かけ、モブG新占いになっちゃったか。投票先見せるなのか、これ。投票先見せるか。ゾーンなし、ゾーンありの方が良くない？ゾーンいらないの。なにゾーンなしなんだ。いや、とりあえずゾーンは決めないと微妙くね。自殺もあるし、ゾーンは絶対した方が良いと思うんだけど、しない理由あるの？
法話回避、信用稼ぎになるのが身内切り飛んできてもおかしくない。寡黙すぎた、釣りたい。え、ゾウいるくね？なんでいらないんだ。え、でも役掛けでしょ？役掛けだし、いいと思ったんだけど。狼はゾーンにゾーンしたら狼を噛むと思いますが、まあいいんじゃない、別に噛ませても。まあ基本儀で見てるかな、基本も儀で見てるからこそゾーンで良くないかと思ったけど、占い先バニラとか言い出す占いが黒出しても正直信用しなそう。ただアーニカミラ占い師儀についての言及しかしない、何かないのか。初日はないかな。トーマス、ニック、スイ言ってるけど。ああ、トーマスが薄いかな。メアリー、狼は、ないと思うけど、ないと思うけど、強靭掛けとか、流れと、監視こと言って初日で出すとは考えにくい。今後占い、強靭可能性高いと見て、とりあえずは放置。今後占いの判断に移っていくべき位置かな。人次第に扱うかどうか考えれば。メイラ3度の誘導がかなり露骨で村に見える。サンドラ死んで見てる人とかいるの？死んで見てる人いるの？いるの？決め打ちはしてないけど、カミラ、サンドラ信用できないの分かるけど、ん？俺なんか言ったか？あー、ローラ出てきても信じないでしょ。役掛け村だよ。キツネもいるし、猫又さん、トーマスとニックに血圧の時、ソフィアに集まらない疑問ね。どこも殴ってないし、トーマスかな俺は。30秒前。まあ、ソフィアなんかちょっと臭いっちゃ臭いけど、ソフィアグレラン分かってなさそう。10秒前。メアリーはないと思ったけどな。メアリーそんな目立つようなことするかな。なんだよ。
うるさいよ。ダメだよ、そんなうるさいこと言ったら。ご飯曲げたでしょ。笑われちゃうよ。メアリーの色次第ってとこだな。なんかもう、甘えたいんでしょ。なんか俺がね、モニターの間に入ってくんね、俺の目と。邪魔してくる。狐噛んだかもな。狐噛んだんじゃね。黒出た。信じれねえよ。マリア黒。白。あー。メアリー白なら、メアリー集めた人が臭いけど。ヒューとかかなり誘導してたもんな。まあ、ヒュー臭いかな。このログ的に見ても3票絶対集めると思うから、ソフィアに3票集めてないと思うんだよね、狼は。って考えるとやっぱヒューマリアンヌぐらいが黒なんじゃないかな。マリアンヌガチ黒かもな。ヒューマリアンヌが票を集めてるんじゃないかな。アンナ全体、メアリーに対する2票目か。ビービー、見て。まあ、あれ、ヤヌツリでいいんじゃね？この用語も、ヒューの用語も臭いな。まあ、ヒューが臭いな、明らかに。まあでも、あ、ヒュー双子か。マジか。ヒュー双子か。双子仕様逃してたわ。ヒュー臭いと思ったら、双子か。殴ってたわ。誰がメアリーに入れたんだ、これ。メアリー入れたの誰だ？メニル・マリアンヌ？トーマスか。ちょっとこれわかんないなぁ。ん？クリス何？変身って何？ログ、遡ってて、見落としたかも。誰の？はいはい。誰のだ？何？君は兄、カミラは一応には意見が出てるが、殴れば反応返ってくると思った。そう言ったね。しかし帰ってこない。それに、何を言ってるんだ？マリアンヌは自分が白の証明し、しないの。色味できるからいいと思ってるなら、リリアン、ギの場合もあるから。私は、メアリー、狼は、クリスは誰を殴ってんだ？ちょっと待って。
クリスひたすらフランク殴ってんのか。延長希望。もしここで黒なら私のニックも黒く見てるにはソフィー黒く見てるには今金別にクリスもフランクも黒くないけどな。まあソフィア寡黙ってのはわかるかな。ソフィアは寡黙だし投票の意図はわかるけど、トーマスも薄かったから昨日入れた。俺の意見一緒で変だな、それで変気が出したんです。もうフランク・トーマスはもういい、フランク議論はもういいんじゃね。カミングアウト。あ？え？メリル・キツネね。ほう。ほう。メリル・キツネ？なんか矛盾してね。メリルキツネってことはサンドラ2になる。嘘でしょ。メリルキツネ自体、メリルキツネ自体嘘だと思うよ。10秒前。まだ狼側はサンウルフなんだから、キツネ遺言。する必要なさそう。はい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 。サンドラメリルラン、いやヒュー、ヒュー30秒アークモレ。サンドラセンスでいいでしょう。多分人狼の嘘だと思うよ。マリアンヌがメリルすでに占ってるっていうのを把握漏れしてたと思う。何もちょ飯あげたじゃん。飯あるでしょ。飯さっきあげたじゃん。そんな飯食う。ちょっとだけよ。食いすぎじゃねえか。さっき飯食ったぞ。で、おは。トーマス黒だわ。黒。リリアン把握。これサンドラシーンあるんかもな。トーマス黒はまあ納得できる色だけど、クリスロックしすぎだろ。クリスフランクロックしすぎじゃね。リリアンとサンドラ2人が気はないからトーマス3でも良いのでは。
え、トーマス釣りでいいと思うけど、二人会ってるなら。サンドラ、リリアン両方義はないでしょ。サンドラ、リリアン両方義のケースってないでしょ。今日トーマスって占い噛まれたりしたら罪。告発っていうかもう分かってんじゃないの。トーマス3-1ですよね。ここで3台すること重殺級で忍びすること。あれ、サンドラの儀って、の儀って、身内斬り、ん？儀って、マリアンヌは、誤爆ってこと？トーマス。延長希望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 。メリルキスにはないでしょ。メリル・キツネは もう一匹釣るか。グレー行くの？トーマスはかなり黒ある位置で、教授ならそこに黒は出せない。フランクの意見で同意。なんかソフィアは、狼位置じゃないかな。ソフィア狼位置じゃないかな。トーマスメアリー入れて、結局トーマス入れたのがやっぱあれだったんだよな。ちょっと待って、やっぱグレラン強えな。初日のグレラン強えわ。スケールだいぶ。ただトーマスに入れてないから、ソフィアに投票してたりするのが、ソフィアが狼位置な気がしなくもないけど、ソフィア票なしか。いやでもソフィア狼位置じゃないかもな、票見たら。リリアだからソフィアは釣らないでいいんじゃねって話ね。メリルってサンドラ新置きされると絶対に釣れない位置だから、まあリアンヌ告白してくるのわかるんだよな。占い審査に行くというが、狼からしたらキツネは早いこと釣っておくべきかとも思われるが、嘘でしょ普通に。いやこれって結局強人影だったのかな。ソフィアは黒っぽいし今日釣らなくても良いと思うけど、リリアン、ソフィアは狼位置と思ってるよ。だからキツネ探ししたいなと。え、黒っぽいのはつって、いやニック、今日は黒っぽいの
というより狐っぽいのをするべきでは、縄数的に黒っぽいのソフィア、トーマス、グレーの黒石なら釣って黒減らすのはありじゃない。割と芯で見るかな。ソフィアを経費で通過、発言落とさないし、村でも利がない。マリアンヌの村置きにつながるけど、ニックは昨日マリアンヌの告発から私に明確な流れを見せておいて、村の意見でメリル、キツネコブ、嘘となったら手のひら返しきれない、普通に黒いです。まあそうだよな。正直昨日までの時点でキツネに触れてるやつ少なすぎて、キツネ目そんなに見当たらないが、アーニー、私は割とサンドラ真と思っていて、ニウルフ見つかったと見てるのよ。マリアンヌとトーマスね。で、私の残りの黒目はソフィアだから他行きたい。トーマス入れた人とかから30秒前、トマスは初日から発言微妙なんで、まあ、狼残していいかな。今後釣る位置かと。今日はソフィアを釣ります。10秒前。ソフィア何なんだ、こいつ。こいつ黒だろ、多分。黒釣っちゃうのか？明らか黒位置っぽいよな。クリスあたりじゃないのかな。30秒前まあそうなんだよな、今一瞬張ってな。10秒前、どうなる。まあ双子とか噛んでいくしかないよな、人狼としては。もう人狼は双子噛んでいってちょっと潰していくしかないよな。グレーは残しとくしかないよね、そろそろ。おお、なんだそれ。まあこれは双子霊能あたりカリオドで守ったな。これはカリオドかな。無理。アニキツネ終わり。おお、合ってたじゃん。ロディ白です。黒。おお、やはりトーマスに入れた君か。アニ、ソフィアは黒かったし、リリアン死んでみるわ。まあそうだろうな。あ、全部これ当たってたぞ、なんとなく。よかったね。普通に今のはアニ釣りでしょう、これは。カミングアウト。ん？初日からずっとサンドラよ。まあそうだ。まあそうだろうな。だって誰も喋らないんだもん。無理じゃん。やっぱクリス・フランクとかってもう変な、なんか妙に殴り合ってたよな、クリス・フランク。そんな狼臭くなかったもんな。トーマス狼臭くて、自転ソフィアって感じだったもんな。
あニック柱で、あニック釣りか、ニック柱マーク。なんか一人だけ殴り続けるのって結構ちょっとノイズいいだよな、目がそれちゃうよね、なんかそっちに把握が遅くなっちゃう気がする。もう少しこう大きく見ないと。ロックはきついな。まあラインが切れるってのはあるけど。強襲ぐらいいいよこれ。サンドラ噛まれとるし。つって終わりやな。つって終わりやろ。お待つ終わりやろ。腹いせでトーマス殴られた。確かに。初日のバニラは何だったんだ。強靭掛けは結構しんどいよな。確かにソフィアは結構ひどかったな。ふむ、ま、ということでした。ジジイベルプレイ。